皆さんどうもこんにちは。もう夏休みも後半戦、2部でございます。勉強に編集に仕事に大忙し、マリサだぜ。そしてここに来て毎日動画投稿をする、モナだよ。ひらけ、しのも。ということでですね、今回もマインクラフトを実況していくんですが、私は今木材の上にいます。試しに下に降りてみますか。ねえねえ、死ぬと思った？死ぬと思った？さっきバッチリ水が見えてたけどな。ということで、なんか拠点付近が殺風景だったのでこんなのを作ってみました。木のまな板と鉄のまな板と。なんでよ、まだ途中しか行ってないじゃん。高校生クイズ並みの早打ちだったよ。アマゾンしか言われてないのにワニとか答えるレベルだよ。例え方がニッチすぎる。まあこれは誰かを抽象しているわけじゃないんですよ。皆さんの心にはこれが何に見えているかは知りませんがね。絶対に地中海に沈めてやる。ひらけ。そして本拠点を作ってみました。やっぱ相変わらずのネオアームストロングイカ役なんだな。いやその行動の意味を教えてくれ。ちなみに入り口はここですね。前作った休憩所が入り口なんだね。このように壁に通路をくっつけただけの設計になっています。木材から急に羊毛になったあたり適当感が否めないな。それだけは言ってはいけない。ちなみに中はこんな感じです。20ブロックごとにガラスのフロアで分けています。結構すっからかんなんだな。まあ25チャンクを Y246 の高さまでありますからね。逆に敷き詰められた方が怖いですよ。ちなみに1階は壁一面の AEDU が立ち並んでいます。しかしこの上の AEDU を1101石で取りに行くのは面倒くさい。そこで錬金術の防具を作っていきたいと思います。その前に拠点の解説を。端にはエレベーターがあって、上下移動できるようにしています。ちなみに1階と最上階1階下にしかアイテムがないです。じゃあ他の階はどうなってるんだ？テナント絶賛募集中です。ただの空き家なんですがそれは。ちなみに屋上はこうなっています。ここはどういうスペースなの？ここには AEDU、ダイヤモンドブロックの20億チェストが入っています。現在ダイヤモンドブロックは 6.4 兆個、AEDU は1280億個あります。ついにダイヤモンドブロックが兆を超えたか。これからもどんどん生産していきますよ。ひら。それでは早速作っていきますか。そろそろちゃんと挨拶させてくださいよ。まずはダークマターで。ダークマター防具の完成。とりあえず一式作りました。まあこれも中間素材なんですけどね。つけてみるとこんな感じですね。なんかもういろいろと真っ黒だな。なんかしのもん開きそうだぞ。なんでそんなわかりにくいネタを仕込んでくるの。次にダークマター防具とレッドマターで。レッドマター防具の完成。これも装備してみましょうか。なんか今度は逆に赤いな。防具、レッドカラー、近未来、ひらめいた。サンライズに怒られるからやめとけ。え、なんでこんなことをするんだ。だって坊やだから。ここからは中間素材が必要なので、どんどん飛ばしていきますよ。グローストーン、レッドマター、ラキスラズリで。魂の石の完成。そして水バケツ、ダークマターで。湧水の再起の完成。この二つはかなり強力な効果を持っていますが、ここでは中間素材として使います。魂の石、湧き水の再起、レッドマターのヘルメット、満タンまで充電したクラインの星オメガで。ジェムのヘルメットの完成。溶岩バケツ、ダークマターで。灼熱の再起の完成。砂糖、レッドマター、ラキスラズリで。体の石の完成。レッドマターのチェスト、クラインの星オメガ、体の石、灼熱の再起で。ジェムの鎧の完成。鉄インゴット、灼熱の再起で。鉄の指輪の完成。これはただの中間素材ですね。すごい、ここまでただの制作実況になってる。いや自覚あったのかよ。もう解説めんどくさくなったので後ろで垂れ流しておきますね。ついに放棄しやがったよこいつ。それにしても、急にこうやってアイテムを大量に作り出して、これから一体何をしようっていうの？第三次世界大戦だ。わかりにくいネタはご遠慮ください。嘘です嘘です。ほんのジョークですよ。今流行ってるゆっくり実況ジョークですよ。すみません聞いたこともありません。あら、マリサさんゆっくり実況ジョークを聞いたことがない。ゆっくり実況者の中で流行っているあの一大イベントなのに。これはもうのよしかない。このビッグウェーブに。最後だけ全く関係ないんですが。
それで旗飯に礼を一つ。いやぁ、ニグじゃない。おぉ、どうしたんだいモナよ。なあなあ聞いてくれよ。ゆうべこんなことがあったんだよ。なんだいなんだい、ピーナッツクリームよりも面白いことがあったのかい。それがだな、ずっと見ていたゆっくり実況者の動画がいつの間にか毎日投稿になっていたんだよ。だが、今は夏休み、数分くらいの動画なんて朝飯前なんじゃないのか。ところがどっこい、ここからがミソなんだよ。その実況者、なんと違うゲームの動画も上げていて、1日2本、時には3本上げているんだ。おいおい、それは手が4本くらい生えていないとできないぞ。もしかしたらその実況者は怪力なのかもな。あっは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 。いや、なんも面白くなかったんだが。いやいや、さっきのがジョークなのか。そうなのか。まず最初にアメリカ漂う話し方にもイラッときたし。なんだよピーナッツクリームって、わかりにくいわ。しかもなんでお前ら二人でやってるんだよ。せめてフランも誘ってやれよ。フランもう壁際でずっと座ってるんだぞ。生まれ変わるなら、お雑煮になりたい。俺もうなんかわけわからないこと口にしだしたぞ。そうだ、円周率を数えるんだ。円周率を数えれば全国のスプラトゥーンを転売している人が隕石に当たって病院送りになるんだ。おいおい、ついに滅びの呪文を唱えにかかったぞ。このままじゃ地球がフランの手で滅んでしまうぞ。とにかくをしつけ。レッドマター、レッドマターのハサミ、斧、剣、グワで。レッドカタールの完成。レッドマター、レッドマターのハンマー、ツルハシ、シャベルで。レッドモーニングスターの完成。レッドカタールは攻撃力最大27、範囲攻撃持ちの武器。レッドモーニングスターは範囲採掘、高速採掘ができるアイテムですね。ということで、少し長くなってしまったので今回はここまで。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくな。それでは今回もご視聴、ありがとうございました。次回もまた見てくれよな。そうそう、最後にやってみてもいいか？ひらけ、しの。いや最後まで喋らせてくれよ。